ブランドン・バイロン・ジェニングスはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元バスケットボール選手。ポジションはポイントガード。185センチメートル77キログラム。着用シューズブランドはアンダーアーマーで初めてアンダーアーマーと契約した NBA 選手でもある。高校時代からその名を全米中にとどろかせ同年代のポイントガードでは ナンバーワンとの評価を得ていた。高校卒業後、大学には進学せず、イタリアに渡り、セリエ A の名門ローマと1年間のプロ契約を結んだ。NBA ドラフトで高順位での指名が有力なアメリカ人の高校生がアメリカ国内の大学に進学せず、ヨーロッパに渡ったのは非常に珍しく、ジェニングスが初めてのケースとして注目を浴びた。 2008から2009シーズンのユーロリーグにも出場。2009年の NBA ドラフトにて一巡目全体10位で指名され、ミルウォーキーバックスに入団。10月30日に行われた、フィラデルフィアセブンティシクサーズとのデビュー戦では17得点、9リバウンド、9アシストの成績を挙げ、トリプルダブル達成に、あと一歩であった。 11月14日のゴールデンステート、ウォリアーズ戦では、第3球だけで29得点、合計55得点を挙げて1970年に、ルー・アルシンダーが作った新人の1試合得点チーム記録を更新した。またこれは、NBA 全体でもアール・モンローが1968年に作った記録以来となる高得点であり、 55得点を挙げた、最も若い選手、21歳未満の選手としては、レブロン・ジェームズが2005年に挙げた56得点に、次、ぐ歴代2位。チームの1試合得点記録でも、マイケル・レッドが2006年に挙げた57得点に、次、ぐ歴代2位であった。2013年7月31日、デトロイト・ピストンズに移籍。2015年1月18日の、 トロントラプターズ戦で左足を負傷。その後、アキレス腱を断裂していたことが判明し、手術のためにシーズン残り試合を全休。手術とリハビリを経て2015年12月29日のニューヨークニックス戦で復帰した。2016年2月16日、トバヤス・ハリスとのトレードでオーランドマジックに移籍。ミルウォーキーバックス時代に手ほどきを受けたスコット。 スカイルーズの下で残りシーズンを過ごした。2016年7月4日、ニューヨークニックスと契約したが、2017年2月27日に解雇。3月1日にはシントン・ウィザーズとシーズン終了までの契約を結んだ。2017年7月28日、CBA の賛成噴出、毛量愛玉クラブと契約した。2018年3月11日、 フルスミルウォーキーバックスと10日間契約を結んだ。2018年4月1日、バックスと正式契約を結んだ。NBA でも、屈指のクイックネスとハンドリング、パスを持ち、3ポイントシュートも高い確率で沈める。攻撃力があり、見るものを魅了するスタイルではあるが、やや乱発癖があり、ターンオーバーも多い。フィールドゴール成功率も低く40%に、 満たないこともある。レギュラーシーズンプレイオフ、ありがとうございます。